球。でもこの地球、大陸の形がちょっと変だと思いませんか？そうです、地球もまた46億年という凄まじい時間を通してゆっくりですが大きく変わっていったのです。大陸は少しずつ動いている。このとんでもない発見は80年ほど前、アルフレッド・ウェゲナーというドイツの科学者によって発表されました。今から約2億5000万年前、ちょうど恐竜の時代を迎えようとする頃、地球にはたった一つの大陸しかありませんでした。それではちょっとデスモスチルスの声を聞いてみましょう。